演舞開演。どうも、本日はこちら第一パンの赤穂の源使用卵蒸しパンを食べたいと思います。濃厚みたいですね。どうやらなんかもう色が卵っぽいですね。でも黄身ともちょっと違う赤身？それだとお肉になっちゃうか。ま、何にせよ、まずはいただきます。卵ってこんなに濃厚で美味しいものだったんだ。しっとりとした生地の中に卵の旨味が濃縮されていて、本当に卵だけで勝負といった意気込みが感じられるパンでした。ふんわりしていて、だんだん卵の味が口の中にとろけていて、とっても美味しかったです。ここまで直球で卵で来るというのも珍しい気もしますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただき、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。